皆さんこんばんこばは、えー、今日は第43回ウェビナーということで、えー、もう1回からもう43回も続いてるんですね。とても素晴らしいなと思ってるんですけど、えー、今年はですね、あのーまあ、今日のウェビナーは今までと違ったマネージメント分野ということで、あのー、まあ、特に医師の方々が一番参加されてる方が多いんですけども、えーまあ、そのこれからの 開業会議のあり方についてですね、新しい視点でお話をしていただきます、クリニックの事業承継というテーマで、えー、J のその協賛会員で、マシモ医療経営の代表,代表取り締役でいらっしゃいます、浦山前様に今日はご講演をお願いしております。座長としましては、あのまあ、副会長の私ですが、年末にですね、えー、一般社団法人日本臨床リカレント級研究センター、J クリアークというのを立ち上げまして、 あのこ,のこれからの皆様の,その経営とか、それから事業承継とか、そういったところに対して、えー、人材育成の観点でいろいろとまたお手伝いをさせていただきたいと思っていますので、また後ほどです、ねえー、お話ししようと思っているんですけど今日は今から、えー、浦,山先生浦山様に60分前後の講演をしていただいて、えー、私が10分ぐらい5分か10分ぐらい、その J クリアックの紹介をしたいなと思っています。が あの先ほど鈴木理事からご案内がありましたが、このえ今日の内容について、直接質問したいなとかいうふうなご希望がいらっしゃる会の方、いらっしゃいましたら、まずチャットにですね、希望しますと、えー、言ってください。そうすればですね、パネリストという形で最初から参加いただくことが可能ですので、えそうしてえいろいろ質問を直接、浦山様とか私に投げていただいて構わないかなと思います。 あの画面に出るのが恥ずかしいという場合は、あのチャットを使ってあのテキストレベルで言ってもらえば、何なりとお答えしますが、あのちえ直接いろいろお聞きしたいという方がいらっしゃいましたら、えー、今からあの浦山様の経歴とかのご説明の間に、えー、メッセージを入れてくれればと思います。よろししくお願いいたします <laughs>、えー。浦山前、えー、様は、昭和41年1月に今しも税務会計事務所を創設しまして、 今の株式会社マシモイロ経営は、平成11年にトータルアドバイザーという形を目指して設立をされました。平成22年4月に大宮営業所を開所しまして、現在ですね、613箇所のクリニックの顧問をしているという、とってももう大規模な、そういう事務所だと思います。で、今までですね、またもう一つ、それ以上に大きな数字というのが、909箇所の新規開業もされているという、 もう超ベテランの方なんですが、あの私はちょっとあの正確な数字は言いませんけど、80以上まで生涯現役まで働くというふうに、あの私、直接聞いておくことがございますので、もうまだまだ元気であの、これからも精力的にやってくださいますと思いますし、JNS にとっても J クリアクにとっても、もうベストパートナーとして、あのこれから一緒にあの皆様の経営とか、いろんなことにあのお応えしてい、えー、きたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います。 えっと今の時点でチャットの方には書き込みありませんのでまた途中からですねあの質疑応答とあの直接お伺いがたい場合はあのまた何らかと言ってくださればと思いますよろしくお願いいたしますではえここからレアマ様にバトンタッチいたしますじゃあよろしくお願いいたしますはい はい、あの皆さんこんばんこばは今回 JNOS の第43回ウェビナーで講師を応接されました株式会社マシモ医療経営で代表しております浦山と申します。えーまあ、今回はあの診療所の事業承継というテーマで、まあ、あの医療施設には診療所と病院というのがありますけれども、えー、今回のお話は19床以下の 診療所ですねそれに絞っててお話をさせてもらいます、まあ一般的に医院とかクリニックという名前で、うんえー、やられてると思いますけれどもそちらの、えー、事業承継、えー、そこのお話を中心に、えー、進めさせていただきます。で今日のお話は既にあのご開業されている院長先生はも,もちろんですけれどもこれからご開業を検討されている勤務医の先生。 また診療所に関してですねいろいろ関わってられる事業者の皆さんにも是非参考にしていただきたいなと思うお話になっていると思いますでお話の流れとしてはですねまああの最初に全国の診療所が抱えている事業承継というテーマにスポットを当ててその現状と問題点え続いてあの地方の 診療所に、まあ、承継問題で多いんですけれども、えー、診療所の建物の建て替えとかですね、移転、それに関する、まあ、ちょっとした注意点、その辺のお話、えー、それからあ、まあ、診療所経営においては、個人事業と、それから医療法人、えー、経営主体が2つございますけれども。 それぞれの事業承継のやり方ということで、えー、お話しさせてもらいたいと思います。で最後に、えー、事業承継とは切っても切れない、まあ、あ関係になりますけれども、相続税という税金。これに関してのですね、お話を、えー、させてもらえればなと思っています。まあ、以上、まあ、4つのテーマで、えー、まあ,あ、一通り、 順番にお話しさせてもらいたいと思います。まあ、あの財務とか会計のお話、えー、この辺も結構出てきますので、えーまあ、ちょっととっつきにくい、あのー、専門的なお話もどうしてもございますが、そこはできるだけわかりやすくお話しできればなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、最初にあの、 前田さんの方からご紹介いただきましたけれども、まず弊社の、えーまあ、紹介といいましょうかね、えー、事業内容のお話しさせてもらいますとあの、弊社は群馬県高崎市に本社がございまして、えー、埼玉県の,あの大宮に、えー、営業所と、2つの拠点で、えー、関東の1都6県をカバーしている会社です。 えーまあ、主にあの診療所の開業、ご開業の場所探しからあーオープンまでトータルにサポートさせていただくということで、うちのグループ会社で税理士法人、し、ま、も、あ、経営という会社がございますが、そちらで税務会計を担当させていただいて、私どもの方では経営コンサルティング全般ですね、ワンストップで対応させてもらっている会社でございます。 えーまあ、この22年ぐらいで、えー、開業の支援で909件、えー、やらせていただいてます。えーまあ、群馬県、地元だけではなくて埼玉、東京、神奈川、千葉、栃木ですね、えー、茨城と、まあ、関東結構まあ広くですねやらせてもらっておりますので、えーまあ、そのエリア以外の先生も今日う、気になっているとは思うんですけれども。 まあできる限り、もしご相談ございましたらね、対応させてもらえるかなと思います。えー、まず、あの弊社、本社がある群馬県のですね、これ、以下診療所と書きましたが、診療所には以下と死下がございますので、一応以下ということに絞って、その現状と問題点、お話しさせてもらいます。えー、まず、群馬県に関して言えば、え、ー 以下の診療所の総数は現在1595件、まあこ、これ休止中も含めてですけれども、そのうち医療法人というあの経営主体を取っているところが661件、全体の41.4%ございます。まあ、結構あの関東でも40%を超えているところは少なくてですね、まあ、大体あの30%前後の東京都、それから関東の県。 が多いいかなと思いますで東京はちなみにあの診療所の以下の総数で言いますと1万2800件ほどございまして神奈川6500埼玉で4100件ぐらいございます。でそのお、まあ、今平成になってから特にですね開業ラッシュというのがずっとこう続いてきましたので。 だいぶあの診療所の数も増えてきたんですけれども、えー、その中で特に今、あの下に書いておりますが、平成30年の調べでは、以下の診療所の従事されているお医者様、医師の先生で、平均年齢が61.4歳、これ群馬県ですが、全国平均でまあ60歳、ちょうど60歳という、まあ、ちょっと高齢化が進んでいるということが言えます。 でさらに、医科診療所の約70%が後継者がいないと言われておりますので、えーまあ、お子さんがドクターにならなかったり、あるいはあドクターになられてても、えー、診療所を継がれないという場合も含めてですけれども、約7割の診療所が後継者不在という問題を抱えております。でちなみに、歯科の診療所で言いますと90、90%以上ですから、 もうほとんどですね、えー、後継者がいないという、えー、非常にこの高齢化と後継者不在というのが大きな問題環境という意味で言いますとね、えー、そういう大きな問題ということが言えると思います、えー、その辺で、まあ、今日の事業承継というテーマにおいてもここは非常に大きく関係してくると思いますので、えー、数字の方ちょっと押さえておいてもらえればなと思います え続きましてまあ診療所のまあ経営者が抱えている問題ということでまあ環境面の話ですけれどもまあ皆さんこれはもうご承知の通りですね今日本という国は少子高齢化というものが非常に速いスピードで進んでおりましてえ日本の高齢化率というのがえ65歳以上人口ですねこれが1950年では4.9%だったものが 2020年で28.8%。100歳以上の人口が今7万人を超えているという現状です。でこれはもう世界に類を見ない、えー、スピードで進んでいるという超高齢化社会といえる国だと思いますね。で、今の予想で言いますと、2060年には、えー、高齢化率が39.9、まあ、4割は。 65歳以上人口になるであろうと言われております、まあ、この辺があの診療所の経営においてはまあ下に書いておりますが当然あの高齢化がこれだけ進んできますと通院困難な高齢者の方が増えてまいります。と同時にえ少子化ですので若年層の人口減少ということでえ外来で来られる患者さんの数がまあだんだんと減っていくと。 これはやはり経営という部分で考えるとこれからじわりじわりとやってくる問題なのかなと思いますやはり外来患者の数というのは診療所の大きな収入源でございますのでこの辺がそういった環境の中で少しずつ減っていくということは言えると思います続きまして まあ診療所にはあのベッドがある場合とない場合ございますけど、無償以下の診療所、これがあのえ非常にあのこの二十数年、急激に開業ラッシュということで増えてまいりまして、この20年間で約1.5倍というふうになっております。まあ、このグラフでも書いておりますけれども、診療所全体の数でいうと、 微増というところなんですけれども、有症の診療所がベッドを介して、約3分の1ぐらいの数になったものが、無症診療所になったというのと、それから新規で開業された先生方、これを入れますと、この平成7年から平成27年のこれ、数字ですけれども、1.5倍という、非常にその人口が増えない中で、えー、無症の診療所の数が多くなっていると。 まあ、当然これ競争があ激しくなってきているということですね。え大体皆さんお住まいのところでは、まあ、ほとんどの科目の診療所があ近くにあると思います。えー、特にこの二十数年、二十五年ぐらいの間でしょうかね、え非常にあの開業件数自体があ年々増えてきております。今、日本の人口が1億2600万人ぐらいですが、 この20 70年ででだいいいた万人ぐらい人口減ってるんですね、まあ、これから少しずつえ少子高齢化というのは先ほどのようにあのお話ししましたようにどんどん進んでいきますとねますますえ人口が減っていく、えー、かつその診療所でいうと後継者がいない高齢化が進んでいくとそういうあの環境にあるということをあの押さえておいていただければなと思います。 で本題の方に入らせてもらいますけれども、医療業界で事業承継問題、これはまあどういうふうになっているのかということで、現状と対策ということで、えー、書かせてもらいました。あの後継者がいる場合、まあ、約あの7割がいないとお話ししましたが、まあ、3割でもまあいる中でも、ほとんどがまあ親子間事業承継ということになるかと思います。で まあ、あの個人事業の場合と医療法人の場合、この辺はあの親子間事業証券の場合、えー、ちょっとやり方が変わってきますので、この辺が違うということと、それから今のまま、あ今の場所で現状のまま証券するか、もしくは場所を変えて移転するかというところ、この辺でもやはりいろいろ事情が変わってくるかなと思います。で2番目に書いいいてます後継者がいない場合 えーまあ、大体3つの選択肢があると思います。まず1つは、まあ、変院されて、えー、院長先生がまあリタイアされると、えー、ご遺体されるということですね。で2つ目に、あのーまあ、血縁者じゃない、ご親族じゃないお医者様、第三者のお医者様に承継していただくと、引き継いでいただくという、第三者承継。それからあの 医療法人が分院をこう増やしていくような展開の中に、まあ、会社の M&A と同じように吸収、えー、合併される形ですね。えーまあ、企業で言いますとね、あのー、M&A という意味は吸収合併という意味ですけれども、まあ、医療機関の中でもやはり大きな医療法人が個人あるいはあ 一箇所にある医療法人の診療所を吸収するという場合も出てまいります。まあこの大体三つがあるのかなと思います。であの特にあの地方のですね、まあ都市部あの首都圏の方ではね、あの賃貸で、えー、ビル診なんかの診療所も多いですけれども。 地方に行けば行くほど戸建、まあ、ての診療所が多いんですけれどもそれをその承継する場合まあ,あのお子さんがお次になる場合がほとんどですけど建て替えるという場合が出てくるんですがここにちょっとあの注意することがありますのでちょっと2つばかりお話しさせてもらいますとあの日本の,あの全国でまあ都市計画法という法律がありますが。 その中で、あの市街化調整区域っていう、えー、区域と、それからあの下の丸2に書いておりますが、市街化区域、あるいは非線引き都市計画区域っていう、大体3つに分かれるんですね。で、あのー、この市街化調整区域っていうのが、あのー、平成19年にですね、都市計画法が改正されまして、あのそれまでは、あのー 市街化調整区域で診療所を建てる場合は、開発許可がいらないということだったんですけれども、19年の改正以降は、あのこの開発許可が必要になったんですね。そうすると、まあ、あの法改正があった後に建て替えるとなると、まあ、ここに書いておりますけど、現建物は調整区域内で、投資計画法29条という項目なんですが、開発適用除外。 開発がかからなかった診療所が立っている場合ですね。そこを建て替える場合は、延べ床面積の1.5倍以下かつ溶石率80%。まあ、あの建物の床面積はあの、例えば2階を3階にしたいとかですね、えー、平屋を3階建てにしたいとなると、えー 床面積で1.5倍が上限になりますので、えー、制限を受けるとあるいは溶石率、まあ、これ敷地の面積に対しての80%までの床面積までじゃないと、えー、新たに開発がかかってしまうということなんですね、えー、それなので、まあ、この市街化調整区域に今立ってられる診療所は建て替える場合ここはちょっと気をつけていただきたいなと思います。 それから、2で市街化区域と今度、非線引き都市計画区域内での診療所の建て替え、これは特にあの大きな制限はないんですけれども、可能であればですね、建築基準法という法律に基づいて、敷地内に新たに新築するか、新築して、ああの今の委員を壊さずにですね、同じ敷地内に建てて、 えー、新しく出来上がってから古い建物を壊すとあるいは臨地すぐ近くにあの新しいクリニックを建てて完成後に既存の診療所を、まあ、解体すると、まあ、そうすることで、まあ、診療を止めずにですね継続して、えー、診療ができるということができると思います、えーまあ、これをその一旦診療所を壊して え診療を止めてね、建て替えるとなると、約半年以上、ブランクを作ってしまうということ、あるいはその仮設診療所を建てないと対応できないということが起こってきますんで、これはあのやはり、今の法律に基づいてですね、できるだけ敷地内もしくは臨地で、新しいものを建ててから壊すというやり方がいいのかなと思います。 続きましてあの診療所の、まあ、同じように後継者がいる場合の移転ということでちょっと書かせてもらったんですけどもともと門前で調剤薬局がある場合、まあ、当然あの薬局の方も一緒に移転するっていうことをまあ考える場合が多いと思うのでその際はやはり薬局と十分話し合って進めていただくというのは当然必要になるかなと思います、まあ、場合によってはあのいろんな法律で、まあ、地域によっては 貯蔵が出せないところもありますのでね、そこも含めて、ちょっとあの事前に相談しなきゃいけないかなと思いますね、ここのところは。それからあの移転先との距離というのは、まあ、今の既存の委員から2キロ以内であれば、まあ、これはあの保険診療をする上で、訴求できると書いておんですが、訴求というのはあの、まあ、遡って、えー、という意味なんですけど、あの 通常はですね、訴求できない場合、その下にあの例として書かせてもらってますが、例えば12月の31日で、旧診療所を変異しましたと。で、えー、翌年すぐ1月1日に新、新診療所の開設届、あの保健医療機関指定申請、これはあの厚生局に出しますけれども、これを出し,出しましたと。おところが、訴求できない場合は、あ2月の1日、 かからしか保険診療でできないんですね指定というのも1ヶ月遅れますので、あの解説届を出してからですね。そうすると、閉院してから約1ヶ月、これ、ブランクが空いてしまうんですね。それなので、えーまあ、できるだけ移転する場合は、おおむね2キロ以内で、えー、の場所に移転すると。まあ、そうすることによって、何を言っているかといいますと、患者さんに不便、まあ、をかけないといいますか。 同じエリアで、まあ、通院できるという,うこと、まあ、そこを狙っての,、まあ、あの法律になっているんですね。まあ、これ、医療法という法律になりますけれども。であのちなみに、訴求の要件ということで、ここにちょっと書かせてもらったんですが、1から4まで書いてます。で、丸4というのは先ほどの至近、えー、距離で移転する場合、まあ、これはあの OK と言いましたけれども。 このそれ以外の必要な要件としては1、2、3と、この3つございます。えー、まず1番目に、まあ、保健医療機関等の解説者が変更になった場合、えー、これはあの、院長がお亡くなりになったり、病気等であの血縁の方が引き継いだりという場合も含めてですけれども、その前の解説者の変更と同時に引き継いで、 解説されて、まあ、患者さんが引き続き診療が受けられるという場合ですね、これはまあ訴求できますよと。で2番目、えー、保健医療機関等の解説者が個人から法人組織、まあ、医療法人になった場合、あるいはその医療法人から個人に戻した場合ですね、変更になった場合、まあ、これも特にあの患者さんにご迷惑かけることではないので、これもあの訴求していいですよということです。あのブランクを開けなくていいですよというような一つです。 それからあの3つ目ですが、えー、保健医療機関が病院から診療所、まあ、ベッドをね、返されて、19週以下の診療所に変わった場合、あるいは診療所がベッドを、えー、取得して病院になった場合、組織健康になった場合ですね。えー、これもあの、特に患者さんにあの不便をかけないということで、引き続き保険診療をしていいですよということで、早急の要件となっております。こののつと先ほどの、えー おおむね2キロ以内の、えー、移転であればいいでしょうということにはなっておりますので、まあ、特にあの事業承継で移転する場合ですね、えー、この辺に気をつけていただければなと思います、えー、で先ほどのおレジュメに戻りますが、えー、この一番下のところに移転後の跡地利用とありますが、まあ、ちょっとこれ簡単にあの参考まで書かせてもらったんですが、あのー 移転された後の跡地が市街化区域、非,あの非線引き都市計画区域、先ほどね、市街化調整区域じゃなければですね、そこにあの賃貸アパートとかマンション、介護施設、オフィスであったり、店舗なんかの,そのおに貸されたり、あるいは売却されたりというようなところでの有効活用というのを図れるでしょうと、あるいはあの、丸2に書いてありますが、住宅の分譲地として、住宅メーカーですとか、 いろんなディベロッパーに売却されるということも一つの有効活用の方法としてはいいんじゃないかなと思います。はい、え続きまして、あのまあ、個人と医療法人というふうに分けさせてもらいましたけれども、個人診療所の場合、個人事業の診療所の場合の M&A ですね。でこの、M A、というその 言い回しは、本来、民間の企業に使うあの言い方ですけれどもね、これはあの企業の合併とか買収という意味なんですが、診療所の場合は、後継者がいない場合、お知り合いの第三者の先生に事業をお譲りになったりする場合ですね、当然、土地とか建物といった不動産の評価をして、 それから医療機器ですね、レントゲンとかエコーとかあー心電図とか、そういったその医療機器の減、えー、価償却の残、これは5カと言いますけれども、これをあの価格として算出してですね、それをあの新しい先生に、えー、第三者のドクターに売却して、まあ、譲渡するという場合が結構多いんですけど、まあ、これはあの業界ではね、 M&A とこう一括りに言ってしまう場合もありますけれども、まあ、ここでも一応 M&A ということで書かせてもらいましたけれどもやり方としてはあの合併とか吸収とかではなくてね事業譲渡という方法で、まあ、行うということになりますでこのちょっとここからはあの財務のいろんな専門用語が出てきますけれども え診療所の事業譲渡というのは、そもそもどういう形でやるかといいますと、えー、まず診療所の財産の全部、または一部を売却する方法、売却対象資産を限定できる反面、えー、まあリース契約を巻いている場合ですね、これ注意をしなきゃいけないんですが、これは個別の契約のまま、買い主側に引き継げないですから、一旦ちょっとまあこれは解約して、 新たに買った先生はリースを組まなきゃいけないということになります。それ以外の売却可能な資産、不動産であったり、機械、所有している機械に関しては譲渡ということは可能になってきます。で、えーまあ、リースに関しては飼い主の方で再契約していただかなきゃいけないんですが、 あまあ、それを、まあ、あ除いて、ですね譲渡価格というのはどういうもので構成されるかといいますと、まずあの土地とか建物がある場合は、所有している場合は、これは不動産の価格ですね、え評価額といいましょうかね、え実勢価格でいいと思います、それからあの医療機器等の母価、先ほど言いましたあの原価償却というのをしますから、それの償却残がある場合、そは母価としてあの価格を載せると。 でえー、最後に営業権。この営業権というのは、これはあの企業の場合によく使われますけれども、厳密に言うと診療所には営業権というのは存在しないんですが、あのこの下にですね、まあ、俗にのれんと言いますけれども、業界ではやはりあの当然、今まで患者さんがある一定の患者さんがいらしてて、まあ、カルテもあるわけですから、そこをその何らかの形で付加価値として、あの 数値化して、まあ、価格に反映させなきゃいけないだろうということで、あの下に書かせてもらいました。まず一番目に、まあ、営業権の中に一つ言えるのは、新たに診療所を建築できない時期っていうのがございます。あの建て替える時にですね、今度建築できないと。それはまあ今の診療経営というのが一つあの既存の診療所を引き継ぐことによってまあメリットであると。 まあこういったあの法改正等によって建築制限があるところはあの現その土地建物を使うことによってメリットが出てくるとそれから2つ目に医療スタッフがもともと雇用していたスタッフを引き継ぐ場合まあこれはあの看護師であったりまあ理学療法士さんであったり検査技師さん 事務の方ですねそういったスタッフたちを、まあ、あ引き継ぐことによって、まあ、あの運営がスムーズになると、もともと前の先生が雇用していたスタッフを採用することで運営がスムーズになるというメリットですね。それから3つ目、えーまあ、当然あの患者さんが定着してますので、あの全くないところに立てて開業するよりはあ軌道に乗るまでの 不採算期間というのは少なくて済むと。まあ、以上のメリットがまあ買い主側にあるというのが一つ言えます。まあ、これは総称して M&A という言い方をしますと、M、M&A の最大のメリットだろうと思います。で、あの今言いました、この営業権というのは、要はどういうことかと言いますと、同じ規模のお診療所を、まあ、新たに建てて、えー、開業した場合に比べて、まあ、当然、あの この下に書いておりますけど、超過収益力っていうんですけれども、これちょっと会計の用語で難しいんですが、超過収益力、期待利益マイナス正常利益っていうので出すんですけど、これお金に換算しますとね、例えば期待利益というのは、あの以前やってた委員が、まあ、例えば直近1年間で、まあ、決算書上売上がはいくらありましたあ、診療単価がこのぐらいで、利益がこのぐらい出てましたと。 で正常利益というのは、まあ、全くないところに、えー、診療所を立てて、えー、スタートする場合、まあ、当然最初は患者さんつくまで時間がかかりますので、えー、そこの部分の,その軌道に乗るまでの、まあ、あタイムラグというんですかねそこで、えー、当然あの収益という部分ではあ既存の因を引き継ぐよりも、えー、時間がかかるということでそこのやはり えー、再起というものがね当然発生するわけです。これが超過収益力というものになります。まあ、例えば1億円ぐらいの、えー、売り上げがあったところで、えー、だいたい毎年利益は2000万ぐらい出てましたと。であとはまあ,あそれに対して新たに診療所を建てて新規でご回業された場合だいたい前最初の年はまあ5000万ぐらいですと。 でで利益が 1, 万でしたとそうすると、この2000万と1000万に対する最費1000万の,この超過収益力というのが期待できるんですね。これがあのやはり、えー、個人診療所の M&A で一番あの大きいメリットかなと思います。はいえー、続きまして、医療法人のお話に入るんですけれども、えー、とちょっとこちらでって、 一旦あの違う資料を出し,しますので、ちょっとお待ちください。すみません。はい。あのこれからちょっと医療法人というものが、まあ皆さんあのよくお見にして、実際の経営されている方もいらっしゃると思うんですけれども、そもそも医療法人というものの、えー まあ、内容といいましょうかね、えー、どういったものなのかというところをちょっと今日あのご説明したいと思いますで大体皆さんあの開業される場合は個人個人事業でスタートされるんですけれども、まあ、だんだんあの経営が軌道に乗って医療法人というものを設立される場合がありますが、まあ、その辺の,あの個人事業と医療法人というものの比較というものをちょっとここでしてみたいと思うんですねでまずあのここに書いておりますが医療法人化するメリット どんなものがあるのかと、えー。上から順番にご説明しますと、まずあの個人の場合はまあ所得税というもの,の方があの税金が発生しますけれども、あ法人は法人税で。この税率が大きく違うんですね。これ後からまたあのご説明しますが、この税率の違いのメリットが一つあります。それから二つ目ですね。その下の段で。委員長も えー、法人から給与を受け取ることで所得控除が受けられるあの。所得控除というのはあの皆さん、あの給与所得を受けられている方はあの総支給額に対してあらかじめあの基礎控除される基礎、えー、所得控除というものがあるんですね、その給与の額によって。で当然、委員長もあの役員という形で役員報酬という給与を取りますので。 この所得控除というのが受けられると。まあ、必要経費ということですね。それをあらかじめ税金をかける前に、所得税を計算する前に控除されるということですね。これがまあメリット。それから、あの、三つ目、院長も厚生年期に加入できると。まあ、実は、あの、医療法人にしない前のその個人事業の場合は、院長先生は えー、厚生年金には加入でできないんですね従業員の方はできますけれども、えー、院長先生は個人事業のうちは、えー、国民年金ということになりますので今まで勤務員の時に、あのー、厚生年金あるいは公立病院にお勤めの先生なんかですと共済年金なんかに入られてますがあそれから一旦脱退して、えー、国民年金になってしまうと。 いうことなので、この医療法人にすることによって、院長先生もあ改めて厚生年金に加入することができるというメリットが一つあります。それからあの4つ目、えー法人、医療法人で生命保険契約ができて、その保険料を損金計上できると。個人事業の場合は生命保険は損金には入れられません。えー、医療法人にすることによって、まあ、あの全額ではないですけれどもね、一定額の えー、保険料を損金にに計上すすることが可能になってきます、えー、その次ですが、委員長も役員退職金が認められ、えー、これも損金計上できると、えー。企業のように退職金というものがあの税法上認められておりますので、委、ま、員、あ、長先生が、まあ、理事長になって、えー、ご勇退されるときですね、その退職金というものを医療法人の中で、えー、貯めておくことができるわけですね。 それを損金に計上できるとこういういメリットがありますそれからその下ですが、理事長を変更するだけで事業承継できると。個人事業の場合は一旦あの、いったん廃業の手続きをして、閉院の手続きをして、新たに、えーまあ、お子さんが継がれる場合でも、開、え、設、ー、届を出し直さなきゃいけないんですが、医療法人の場合は理事長名を変更することでね、 事業承継とといいうののが可能にになななっっててきまますすこの辺が一応メリットになってくるかなと思いますそれから先ほどもちょっとお話ししましたけど、分院を展開したい場合、こういった場合は、あの医療法人にしなければ分院というのは出せませんので、個人事業のままではこれができませんから、これも一つ、事業拡大という意味では、個人化というのは当然必要になってくる。 続きまして、この医療法人化の、まあ、デメリットと書きましたけれども、まあ、制約というんでしょうかね、えー、そういう意味合いで取っていただきたいと思うんですが、どんな制約があるかといいますと、先ほど、院長先生は厚生年金に入れると言いましたが、あの個人事業の場合は、あの従業員4人までは厚生年金に加入しなくてもいいんですね、任意加入といいまして。 あの国民年金のままでいいんです、あの雇用しているスタッフの方は。まあ、もちろん、1人でも2人でも厚生年金に入れることはできるんですけども、まあ、最初、開業当初はいろいろ経費がかさみますんでね、この厚生年金というのは半額事業主が持たなきゃいけませんから、それをその法人化することによって、これはもう強制加入になりますんで、1人しかあの事業員がいなくても、厚生年金加入というのが必要になってきます。 まあこれががちょっととつ制約というものが出てきますそれから、小規模企業共済加入者は脱退が必要と書きました。あの後でちょっと個人事業のところでご説明しますけれども、あの個人事業の場合は小規模企業共済というのが加入できるんですね。えー、まあこれ、あの個人事業の保険みたいなものなんですが、これはの医療法人にすることによって、一旦これは使えなくなりますので、脱退する必要が出てくると。 で3つ目ですが、法人の資金を個人的人に使えない、まあ、これはあの会社もそうなんですけどね、株式会社もそうですが、まあ、法人と個人というのは、これ別人格なので、あのー、いくらその院長先生、理事長先生というのも、法人のお金を自由にこう使うことはできないと、まあ、これ、当然、個人事業とは大きな違いになってきます。逆に言うと、この制約があるので、法人にしないで、個人事業のままにしている先生も結構いらっしゃいますね。 個人事業というのはもう、あくまでも個人なので、あの財布が一つですから、委員長先生の、まあ、あお金ですから、まあ、これ自由に使えるわけなんですけど、法人の場合はそうはいかないということですね。えー、その次に事務負担の増加、まあ、これはあの当然、あの法人になりますと、会計処理というのはその分複雑になってまいりますので、まあ、決算書なんかは毎年都道府県に、えー、提出しなきゃいけません。 公益性の高い法人という扱いになりますので、この辺が、まあ、ちょっと、まあ、負担が出てくるということですね。それから最後に、あの、法人解散、解散時の残余財産、ええ、まあ、剰余金とか、法人名義の資産ですよね、不動産とか機械とか、そういったものがあれば、これは、あの、解散時にですね、国と地方公共団体に、あの、まあ、帰属するとありますけども、 持ってかれるわけですねですからあの法人にそういった財産というのは、まあ、解散するときは残さないようにした方がいいです。あのできるだけ、まあ、役員報酬とかああと、まあ、あの生命保険なんかをうまく活用して、えー、会社のようなあの常用金、まあ、株式なんかはありませんのでねそういったものは残さないようにした方がいいと思います。でこれはあの平成19年に医療法が改正になりまして 医療法人というものが、まあ、こういうあの残余財産が解散時にあれば、国や地方公共団体に帰属ということに新たになりました。まあ、こういったあの制約が出てくるということですね。えー、続きまして、所得税の計算式とか書かせてもらったんですけれども、あのー、まあ個人の方ですね、これは。個人事業の方はあの所得税を毎 毎年納税税税されててて、まあ、住民とと合わせて所得税をおしゃれになっいいると思います、えー、これはあの超過累進、えー、課税といいまして、まあ、所得に応じて税率も上がっていくというシステムになっているわけですね。で最高税率で4000万以上所得があった場合は所得税が45%と非常にあの高額の税率になっています。 で住民税が10%、4000万以上になるとかかりますので、55%という税金が持ってかれるわけですね。で医療法人ですと、これはの所得税が法人税になりますので、これが23.20%、この税率の違いがやはり一番大きいのかなと思います。まあ、節税対策という一つの,あの、まあ、法人を選ぶ理由でもあるのかなと思います。 でここに1800万のところにあの33%、まあ、このマークしてますけど、まあ、このあたりからこのぐらいあの個人事業で利益が出てくれば、まあ、医療法人化を考えてもいいのかなという時期ですね。えーまあ、1800万から2000万ぐらいまあ所得で出てくればあの所得税がかかるその所得ですね。そうなってくるとやはり税率で医療法人を選択。 してもいいのかなという一つのまあ目安かなということは言えると思いますで次にですねまあこれ参考までなんですがあ個人事業主まああのこれから開業される先生は必ず個人事業にスタートされますので先ほど厚生年金とか共済年金に入れませんと院長先生はあの国民年金の加入というお話ししましたまあ、当然あの 法人や会社で、はないので退職金もありませんであのここにですね、まあ、これ、医療機関に限らず、まあ、一般的にあの世帯主、65歳以上のご夫婦2人で1ヶ月の必要生活費とか書かせてもらいましたけど、26万3662円と、まあ、このうち、あのー、支出面ではあ、税、社会保険料の支出で3万3148円、それ以外は、 の消費ということで23万ぐらいかかりますよと65歳以上のご夫婦1ヶ月ですねでこれが国民年金の場合はあの月額13万円までしか保証されませんので13万円、まあ、約半分が足りないわけですねでこれをあの65歳から平均寿命84歳まで19年間で換算すると 2964万円不足ですと。国民年金の場合ですね。えー、言えると思います。以前、あの日本の政府で、えー、2000万円用意しましょうなんていう話出ましたけども、これはあの厚生年金の場合ですねあの。厚生年金の場合は年金額もちょっとあるので、まあ、約2000万円ぐらい、まあ、足りなくなるので、それを用意しておいた方がいいんでしょうねっていう話は出ましたけど、その辺から出ております。ですから、国民年金というのはそれだけ あの保証は少ないですからあの個人事業でずっとやられる場合はそれなりにあのこういった準備をしとかなきゃいけないということでちょっと書かせてもらいましたそれからあの、えー、じゃあご自身でこの今の不足分年金の不足分をどうやって、えー、用意するかというのをちょっとまあ書かせてもらったんですが、まあ、先ほどあの 医療法人で入れませんよといった小規模企業共済というのは個人事業の場合は認められています。これは掛け金,金月額7万円で、えー、これ所得控除が全額7万円できます。これを25年間払い込んで、65歳の時に、まに、あ、40歳からですね、25年間払い込めば2400飛んで9万円が給付受け取れると。えー、まあ貯金するようなもんですけれども、 共済という形で月額7万円所得控除されて25年間積み立てることでこの先ほどの不足分を賄えますよということで書かせてもらいましたそれからもう一つ民間の,あの生命保険で就寝保険というのがありますこれが保険料月額9万トンで625円ですと35歳児に加入して60歳まで払って25年ですよね 死亡保障3500万円を得ながら65歳時に2987万円を受け取れると、まあ、こういった形で個人事業でずっとやる場合は、法人にしない場合はあの老後の資金という形で準備しておいた方がいいでしょうということで書かせてもらいました。で、次にあの医療法人の場合ですね、今度は。 あの先ほどあの法人の損金計上できるということで退職金というのもありましたけれどもここにあの、えー、読ませてもらいますと法人では院長へも退職金を支払うことは可能と退職金準備のために解約返礼金等のある 定期保険で加入することで保険料を一定額損金計上することができますよと、まあ、これ今あの、いろいろ国税庁の方で、えー、いろんな指導が入って、だいぶあの、うん、解約返礼金というのがあの制限されてきたんですけども、それでもやはりあ,のある程度の損金計上が可能ですので、こういったもので退職金を準備するというのが一つあるかなと思います。 まあ節税というものを図りながら退職金を準備すると。で、業績がなかなか厳しくなってきた場合は、払い込み保険にしちゃって、保険料の支払いをしないでまあストックしておくということも一つのやり方かなと思います。で、最後にですね、この医療法人のえ退職金による節税という。 まあどういったの数字となって出てくるかというのを書かせてもらいました。まあ、ちょっとこれ、数字が細かいですけれども、あのまず A のケース、上の青い部分ですね、理事長のまあ報酬年額年、年額ですね、3000万円とした場合に、まあ、給与所得控除で195万円、でこれにかかる所得税、住民税が1123万円、で手取り額は1877万円と。 でこれがあの15年間累計で2億8155万となるわけですが、まあ、これに対してですね退職金という形で節税を図ることができるんですねあの年間まあ500万、うん、理チャの報酬を減らして2500万にしましてまあ給食控除は同額195万円それから所得税住民税は 当然安くなります万円手取り、まあ、当然少なくなりますけれども1627万。で、15年間累計で2億4400トンで5万円と。それに対して、毎年500万退職金を15年間あのプールするという形を取った場合に、まあ、これ7500万の退職金になるわけですが、これはの退職所得控除というのが受けられます。これ800万円。 それから、これに対しての退職金の所得の課税ですね。これが、まあ、課税所得額、この7500万のうち3350万円。これに対しての所得税と住民税が1395万円。手取りで6100トンで5万円となるわけなんですが、この隣の2500万の設定にした場合と、この退職金を合わせて、 3億万になるんですかねでそれに対して退職金の、うん、準備をしない場合の2億8155万に対して2355万円の差額が出ると、まあ、この辺がその、えー、節税効果を作ることとともに、まあ、手取り額も増やすということがあのできると。 いいう一例を挙げさせてもらいましたですから、医療法人の場合はやはり退職金というものを、まあ、前提にですね、理事長がいずれご優待されるときの準備、これが必要になるかなと、まあ、これはあの事業処刑でお子さんに譲る場合、まあ、第三者に譲る場合でも同じようにやはり退職金というのを、えー、理事長の分を残して、そこでご優待する、まあ、引き継ぐということを、一つの例として書かせてもらいました。はい で先ほどのレジュメに戻らせてもらいますけれども、ちょっとお待ちください。はい、であの医療法人のところで、ちょっと再度あの、押さえておきたいところなんですけれども。 えー、出資持ち分というのがありまして、それがありとなしという2つ種類があるんですね。えっ、ー、と、これはの平成19年以降に設立した法人というのは、これ、持ち分なしになるんですけど、100%なしなんですが、それ以前に設立している医療法人は持ち分ありとなしという2つ分かれるんですねで。それどういうものかと言いますと、出資持ち分ありの医療法人というのは、あの定款に。 えー、出資持ち分あると定めであるとし,しまして出資持ち分は税務上の財,財産価値があるとされて相続税の課税対象になりますよとで相続が発生した場合には出資持ち分に対して時価相当額の相続税が課税されますこれ後から相続税のところでご,ご説明しますけれども当初医療法人を設立してからまあ何十年か経ってあの 会社の株価と同じようにですね、時価相当額ってい大体上がってるんですね。その出資持ち分が当初設定した金額よりも高くなるケースが多いんですけれども、それに相続税の課税対象になるという一つの,あのデメリットがあります。で、これに対して出資持ち分なしの医療法人の場合は、まあ、当然これ持ち分がないわけですから、あの相続税の 課税対象にはなりません。ただし、先ほども言いましたように、医療法人が解散した場合の残余財産は国等に帰属するということになります。か出資持ち分がない場合は、あのできるだけあの先ほど言いましたように、役員報酬で、できるだけあの法人にお金を残さないようにして、えーで、解散するまでに不動産とか、あるいはその えー、医療機関とかね、法人名義にしたものがあれば、それを個人に、えー、変えるということが必要になってくるかなと思います。で、医療法人の事業承継、えー、ということで言いますと、まあ、個人とはやはり当然違うわけなんですけども、えー、ここに、まあ、非常に、まあ、これはあの説明すると長くなるんですが、まあ、ちょっとまああのかいつまんでですね、あの 書かせてもらいましたけれどもだ、医療法人の承継において、まあ、選択されるのは親族間の承継なのか、先ほど言いました第三者との MA なのか、で出資持ちがあるかないか、あるいは部員があるないで全然承継の,の仕方が変わってまいります。まあ、この辺はあのいろんなケースバイケースで違ってまいりますので、今日はあはちょっと説明はあの割愛させてもらいますけれども、あのここはあの、 ケースごととに考えていいかななきゃいけないところですで今の医療法では医療法人というのは会社のような剰余金の配当というのは認められてませんので出資持ち分がある場合はそれに対する請求権だけ認められています。まあ資本金みたいなものですね。えー、ただあの、まあ、業績のいい有料医療法人とか書かせてもらいましたけど先ほど言いましたように出資持ち分の価格というのが 収支金の場合によっては数十倍になる場合があるんですねで。そうなると、まあ相続という部分で言うと、法人のその財務を圧迫しますので、この辺は非常にあの注意しなきゃいけないところだと思います。今現在医療法人として、えー、経営されている先生が、まあ、ある程度、まあ、あのー、売上も上げられて、えー、当然当初、出資持ち分ありの場合は、 その評価がが非常に上がってるわけですねそれがまともに相続税としてあの出てまいりますのでここは非常に注意が必要になってきます。であの先ほど言いました平成19年の留保改正で持ち分なしの場合以外は医療法人の設立というのを認められなくなりましたので今持ち分ありから持ち分なしへ移行するというのが増えてきています、まあ、これも一つつのの選択肢の一つかなと思います。 であのー、親族間の承継の場合ですね、まあ、これ、先ほどあの冒頭のところで役員変更で承継、あのー、できますよと言いましたけれども、役員変更することによって、資産も含めて全部承継できます。で、前理事長への退職金支給というのが一般的なんですけれども、あまあ、お委員対される理事長に退職金を支給されて、えー、引き継がれる、えー、新しい理事長が。あ 資産も含めて全部すると、まあ、M&A の承継であれば、ここに譲渡価格とありますけれども、先ほど個人のところで、えー、同じようなものが出てまいりましたけれども、法人の場合は、医療法人が所有する財産、これ不動産とか動産の時価ベースから借、まあ、入金等の,あの債務がある場合ですね、あるいはリースの残りなんかがあった場合、その債務としてマイナスします。 でそれに加えて、先ほどのれん代ということであの、ご説明しましたが、営業権というのが乗っかってきて、さらに法人の場合は、法人格に対する経済的評価というものが、あの通常、譲渡学には載せられます。それはどういったことかといいますと、法人として、地域医師会とか行政との関係とかいろいろあったりするんですね。あるいは、地元の、まあ、あ大学の医局であったり、 えー、地域の基幹病院との連携とかですね、あとメインバンクとの取引関係、実績、まあ、そういったものが経済的評価として、まあ、会社のやはり株価みたいな考え方で、えー、個人とは違いまして、法人の場合はそこに乗ってきます。譲渡額を算出する場合、非常にここが難しいとされていますんで。あでのー 先生お一人で考えないで、ですねここはあのぜひあの専門家に任せて、えー、任せなければいけないところかなと思いますね。で医療法人の事業承継における行政手続きとして、まああの、先ほどちょっと触れましたけれどもあの、法人の場合は理事長が交代しても廃止、解説届の提出は要いりませんと。で、えー、保健医療機関コードというのがありますけど、これも変わりませんので。 個人診療所の承継、まあ、よりも行政手続きはだいぶあのスムーズになりますよと。ただ、医療法人の場合は、一その、えー、登記法人の登記というものと、それから定款変更というのが必要になりますので、ここはあの、えー、個人とは違うところでございます、えーで。ちょっと時間が押してまいりましたけれども、最後にですね、えー 事業承継問題と切っても切れないこれ関係にあります。相続税。まあ、皆さんこれあの、えー、お医者様以外でも興味のあるとこだと思いますけれども、えー、ここのちょっとご説明をしてみたいと思います。で、この相続税における節税対策というのを2例ばかり挙げさせてもらって終わりにしたいと思いますので、もうちょっとあの聞いてみてください。 えー、まず相続税の基礎控除額の大改正、これは相続税の大改正とあの世間で言われておりますが、平成27年にあの基礎控除が下がったんですね。えー、基礎控除というのはあの当然あの、えー、相続するその財産からあらかじめ、まあまあ、差し引かれる金額、控除した金額に対して、あの お持ちの財産、不動産であったり、有価証券とか、銀行預金、貴金属とか、そういったものをまあ全部出すわけですけど、それを出す前にあらかじめ基礎控除というのができるんですが、それが平成27年以前までは5000万円プラス1000万円かける法定相続人だったものが、 あこの年からですね、それが3000万円プラス600万かける法定相続に、まあ、約6割に基礎控除が下がったと。ここにあの例を挙げてますが、法定相続人3人の場合は、基礎控除額が8000万だったものが、えー、4800万に下がっちゃったと。60%になっちゃうと。ですから、それだけまあ相続、同じ 相続する財産であっても相続税額って単純に上がってるわけですね。基礎控除が下がってるということは。そういうあの今、皆さん同じような環境にいらっしゃるということです。これの一般のサラリーマン世帯もね、あの不動産やいろんな資産、預金なんかも入れると、このぐらいの金額をお持ちの方が多いですから、相続税の対象になっていくると、広く浅く税金を取っていくという国のこれ、施策なんですね。で 下にあの注意と書合わせてもらいましたけど、そもそもあの相続税というのはどういうものかというと、あの非相続に、これ、お亡くなりになった方に、負債、借金などの負債がある場合は、これ、課税価格から差し引くんですねあのよく勘違いされている方がいるんですが、お持ちの財産からこれを単純に引くんではなくて、一旦その、課税価格を出して、そこから最後に負債を引くというやり方です。 まあ例えば1億円財産がありましたとで、借入金が、借金が3000万あった場合は、あのー、7000万で計算するんじゃなくて、最初1億円で計算して、最後に税額を出して、そこにから3000万を引くというやり方です。それから2番目として、不動産というのは、土地、建物ですね、これは購入価格でなく、実生価格ですると。 まあ路線化っていってあの国税庁の方で出してるんですけど、土地に関してはですね、まあ、建物はあの焼却、残、法定対応年数っていうのがありますから、そこで出すんですけど、実生価格で評価すると。それから3つ目、まあ、これはあのご存知の方多いと思うんですが、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算されますよと。贈与したからって、そこから相続から引くわけではなくて、一旦それは、 相続財産に加算されますとで、す、はいでえー、相続税の節税ということで、まあ、これ、生前贈与というやり方で、2つほどちょっとお話しさせてもらいたいと思います。でまず1つ目、これが一番あのスタンダードのやり方なんですけど、歴年課税贈与って言いまして、これ皆さんご存知の方多いと思うんですが、 受贈者、まあ、あの贈与を受ける側ですね、お一人につき年間110万円までの贈与があ非課税としてあの、枠としてございます。で、あの歴年贈与あの歴年課税贈与の最大の特徴というのは、あのここに書いてます一度に多額の財産を贈与するんではなくて、少額の財産を毎年コツコツと 贈与することで少ない税負担で財産を移転できると。えー、受贈者の制限がない。これ何人でもいいっていうことなんですね。これが一番のメリットです。で、例えば例を挙げますと。とえー、まあ、医療機関で言いますと。a という院長先生には合憲の財産がありましたと。とで、奥様2人とあおごめんなさい。奥様と2人のお子さん、それから2人のお孫さんがいますと。 であの配偶者、これ、奥様ですねで、長男と長男の配偶者、奥さん、それから次男の次男の配偶者、それは計ああとは孫が2人の計7人に、毎年110万ずつ、うん、歴年課税増与した場合に、10年間で、まあ、7人かけ1 1 0万円の10年ですから、7700万円。 まあこれは贈与税の,そのまあああ非課税枠というのを使えるわけですね。で、これをやることによって、これをやらなければ、5億円の相続財産がある場合は、相続税額が5640万円だったものが、7700万贈与してますので、残り4億2300万、えー、これに対して、贈与税はかかりませんよと、7700万に関しては。 そうすると相続税いくらになるかというと4225万円。えー、ここで1415万円の節税ができますと。えー、まあこれが一番スタンダードなやり方ですね。えー、歴年課税贈与。でこれであのまあちょっと注意いただきたいのは、贈与しましたよという証拠を残しておくのが大切です。で金銭贈与に関しては、現金で手渡しにするんではなくて、銀行振込で通帳に基調。 がが残るようにしておいた方がいいいた方と思いますそれから、あえて110万をちょっと超える金額を贈与することによって、まあ、贈与税が発生しますので、えー、確定申告しなきゃいけないわけですね。で、その申告書が証拠書類として残りますので、まあ、これは一、まあ、つその証拠書類として、えー、なかなか長年にわたって人数が多いですから、これ、残すの大変なので、こういったやり方で残すというのは一つのやり方としてございます。 それから2つ目の生前贈与の相続税の対策として、節税ですね。相続時生産課税制度を活用するというのがございます。で、2500万円を超えるたものに対して、一律20%の贈与,税が贈与税が課税されます。で、これはの遺産分割対策として使うんですけど、どういったものかというと、目的としては、 蓄財する親の財産を消費する子へ移転して消費を拡大すると、まあ、これ国の,あの施策なんですけど、それを目的に平成15年に設けられたものです。で内容としては、60歳以上の親から20歳以上、成人のです、ね、法定相続人である子及び孫に対して送与する場合、それに適用されますと。2500万円に達するまでは、増税が課税されず、これを超えた部分に一律20%の 贈与税税が課税されますこういったことをすることでどういう効果が出るかといいますと、えーまあ、財産が仮に4000万ありますとあこの贈与する財産ですね贈与する財産が4000万円ありますとでその4000万円から2500万を差し引いた部分に 20%300 万円の贈与税がかかりますとでその後相続が発生時に贈与済み財産を、まあ、相続税を計算するときは必ず一旦 贈与財産を加算しますので,で、相続税というものがあの出てくるんですが、そこから払った贈与税を控除して、えー、計算しますとで。これはですね、あの先ほどの,あの歴年課税贈与とは違いまして、単なる相続税の前払いなんですね。で相続税自体は軽減されないんですが、あの 遺産分割というものをあの相続が発生してからあのいろいろあの、えーまあ、誰にいくらなんていうことをやるその手間が省けるということであらかじめ贈与しておくという効果が、まあ、得られるということ、まあ、これが一番大きいと思いますであとはまああの前もって払うことによって、まあ、相続税の,その税負担というのを軽減すると。 まあこれも一番大きいことなのかなと思います。一度にドカンと来ると大変ですので、こういったやり方であらかじめ贈与して、まあ、贈与税も払っておくということですね。まあ、こういったあやり方で、まあ、贈与税対あ、ごめんなさい、相続税対策というものを考えていこうということになります。ただし、最後にちょっと注意として書いたんですが、このお 相続時生産課税制度を使った場合ですね、その後の歴年課税増与というのは使えなくなるんですね。ですから、まあ、注意いただきたいのは、えー、できればその歴年課税増与を先にやってしまってから、10年ぐらいやってしまってから、その後に相続時生産課税、今お話した内容の2500万までってやつですね、それを活用するというやり方が、まあ、賢いやり方かなと思います。 以上、ちょっと時間が落ちてしまいましたけれども、えー、診療所の事業承継ということで、えーまあ、大体、まあ、この辺はあは皆さん押さえておいていただきたいというポイントをですね、えー、かいつまんでお話しさせてもらいました。まあ、あの細かいところをお話しすると、まだまだ時間は足りないんですけれども、まあ、もし、ですねあの何かあの実際に今、ご開業されていて、えー、後継者いないんだけれども。 えー、これからちょっとまあそういった準備もしていきたい、あるいはその医療法人にこれからして、えー、お子さんにまあスムーズに承継したいとか、えー、いろんなまああのご相談あるかと思います。まあ、あのできましたら、またあの私どもも個別にですねそういったお話ありましたら、お受けして対応させてもらいたいと思います。で非常に、まあ、あ走ってご説明しましまたけれども、えーそんな形で あのー、今後何かありましたらですね皆さんの役に立てればなと、JNOS の,ジェイノスの,あの今日う、ウェビナーということで、えー、お話しさせてもらいましたけれども、えー、ぜひ参考にしていただければあと思います、えー。それではこれであの私のお話は終わりたいと思います。どうううもあありりががととごござざいいままししたた、はい はい、えー、浦山様に、えー、クリニックの事業承継という、えー、テーマでお話をしていただきました。あの本当にこの話って、まあ、お金も絡むとても難しい制度のところですけどもそれを本当に分かりやすく具体的にご説明いただいて僕もとても勉強になりました。ありがとうございます。あの多くの質問が来てまして、えー、でその中でですねまず、えーと え今、ちょっとあの小林先生も顔を出してくださいましたが、木村先生もうちょっと顔出してもらっていいですかえっと、浦山さんは、えー、浦山様は木村先生の、えー、クリニックの、えー、顧問の弁護士でもいらっしゃ、あの弁護士のゼリスでもいらっしゃるんですけど、えーまあ、そういった意味であの、ちょっとここでいくつかあの参加者の質問にお答えいただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい。えっと、ちょっと待ってくださいね。 えっとまずえっと簡単な質問ですけれども、事業承継について具体的にもう考えてるっていうドクターが3名ぐらいお話はあるんですけど、それ以外のところで今日の声の内容のところで,で、まず1つ目、移転の場合のおおむね2キロというのは直線距離の測定でしょうかという質問が来てますがあの直線距離でもいいですし、あの実際に道路を介しての距離でもいいと思いますどちらででもそれれは保健所の方で認めてくれると思います。 ははい、はいいありがとうございます、えっと、続いて、ですね法人化した場合に理事の選任や定例の理事会や事務的手続きが著しく増大するデメリットがあると思うんですが、実務的にはどれぐらいこう大変になるのかなっていうところのご質問も来てますがいかがでしょうか、はい、あのいわゆるその一人医療法人っていうやり方ですと、大体まあ理事に入られる方が、まあ ごみ打ちでいうと、まあ、奥様と、まあ、お子様とかですね、あと、まあ、あのご親戚で1、2名入られる場合もあると思います。あと、まああの、幹事という形であの、ご親族以外の方が入るんですけども、会社の,あの、えー、株主総会なんかと違いまして、えー、理事会の場合は、まあ、あほとんどごみ打ちで、大、ま、体、あ、3、4、5人でしょうかね。 そのぐらいのところが多いと思いますのでそんなにあの大変じゃないと思うんですね、えー、そんなに煩雑ではないと思いますはい、はい、ありがとうございますあともう一つ医療法人の場合子息、まあ、お子さんですねの医学部、はい、学生を理事として給与を払うことは可能なんでしょうかという質問を聞いていますがえ、あのーまあ、医学部にも入られていて、まあ、いずれそのお,お次になるというような予定で え入られる場合はありますが、えー、学生という立場ですと、あのまあ、やはりおしゃれになる役員報酬というのがね、大体あの、うん、まあ上限がありますので、えー、まあ一応、手続き上は可能ですけれども、えー、そんなにはあの法人の方からはね、大きい報酬は払えないですけれども、そこはまあ一応、対応できるのかなと思いますはい、はい、ありがとうございます。 では、ここでちょっとあのせっかくですね、木村会長にひと、ええ、言あの、結構ですね、他の質問は、やっぱり事業承継をあの考えてるんだけど、例えばファッシャーとかハイドリリースとか、そういう価値観を持ってる、あの、イシをなんとか集めたい、いないかっていうようなこともありまして、これ、木村先生もあの同じ意味の部分あると思うんですがあの、そういう会員の声も含めまして、ちょっと木村先生の方から、今日の声の感想、浦山様にお願いできますでしょうか。 山さんどどうううももありがとうございましたあどうもお疲れ様です実はですね事業証券の話をあ何でしょうあのテーマがメー選んだかっていうと私の周りで、えー、特にペインクリニシアン車なんでそろそろ閉、えー、員になるっていうところが何件かあってこのままじゃあちょっと次で後継ぎがいないっていう危機感が非常にありましてまあ私のところもそうなんですけども、ね、それでこの事業 昇家、えー、というテーマで私がお話ししようと思って、えー、浦山さんに資料を見せてもらったんですけども見た瞬間これは素人の私が出る出番じゃないプロにお話しを聞きたいということで今日お話ししました。でこの事業昇家実はもう始めていまして先週もちょっとそれで、えー、浦山さんとお会いしたんですけどもこれメリットはですねあの あと、ついてもらいたい先生は、後継ぎの先生方と非常にハッピーなんですねでで。患者さんはもちろん困らないし、で雇用の職員も困らない。で、で今回はあの若い先生が決まりそうなんですけど、若い先生にとっては、えー、っと非常に安く、格安ですね。で、患者さんもいるし、 そこから職員もいるし非常に有利な条件で開業できるっていうことでこのマッッチングがうまくいくいとみんんななハッピーなんですね、うん、ただその、えー、情報が今までないんでどういうところにどういう物件があってどういうかであとはあの希望ですねそういうマッチングさせると非常にいいんではないかというふうに思ってそういういこともあって今回梅山さんにお願いしました。 全、まあ、田先生にもこの間お話ししたように、ちょっとね、一緒にそういう授業もできると面白いなというふうに思っていますありがとうございます。えっと後からそういう意味ではあの、J クリア服の説明をちょっとしようと思っているのはそこでしてであの、ちょっとお時間、後からいただこうと思っています。え小林先生、の J の,の学術局長の立場も含めまして、え今日のテーマの内容とでで、ね、これからの,そのクリニックの授業証券という意味では、あのまあ、先生、今、大学にお目ですけど、その。 青森の辺りでも同じような状況があるんじゃないかなと思っているんですが、ちょっとコメントをお願いしてよろしいでしょうか。はい、承知いたしました。えー、浦山様改めまして、あのジェイヌスカフィズ局長として、改めて御礼申し上げます。本日はありがとうございました。ありがとうございました <laughs> ま。今回のウェビナーが始まる前にも、少し浦山様との雑談という話をしていたんですが、まあ、私自身、まあ、大学の今、勤務抜いている立場だけではなく、さまざまな、あの、 まあ、医療系の機器の開発であったり、それううこそ企業様との仕事であったり、ベンチャーの立ち上げだったりというところで、それこそあのデューデジェンスっていう、まあ、いわゆる調査ですね、相手の企業とか組織がどういうふうな価値評価があるかっていうところに絡むことが増えてまいりました、でそういった観点からも、一般企業はこんだけいろいろ進んでるんだっていうのが、正直驚いたところです。 で本日の浦山様の話を聞いて、やっぱり医療分野においても、やっぱりある程度ロジックに、マッチングだけではなく、資産価値の評価、まあ、本日はまあ営業権という形で、いわゆるえ会計上の,のれんのお話もいただきましたけれども、例えばその,のれんとかに関しても、例えばあの無形資産がどれが分離されるのかなとか、いろんなことをちょっと考えながら話は聞いていました。まあ、そういったことを含めて やはりあの、私も含めて、過去の私も含めて、あの医療者というものは、会計とか相続だとか、いわゆる一般事業、まあ、ビジネスでもいいですけど、事業の世界に関するそういった感覚っていうのが、どうしてもあの乏しいというのは否めないと思います。まあ、それ以上の時間を、やはり技術の修練に当直で命削ってね、実践されてきた方々ばかりでありますので、まあ、そういったやっぱり、 積み上げた技術、まあ、それこそ先輩ら、先人らから継承してきた技術っていうものを発揮する場所、その場所というところにおいて、やはり多くの専門家の方々、まあ、財務であれば、税務であったり、さまざ、あ、まな観点があると思いますが、まあ、そういった横のつながりとしてのやはり展開っていうものを意識できる、そういうきっかけに今、本日はできたのではないかなというふうに感じました。 まあ私も学術局長としまして、まあ、学術ということの名前はついていますが、まあ、東海 JNOS としましては、過去にもコンプライアンスのセミナーであり、まあ、著作権なり、学会発表のサポートを含めて、やはり技術のある医師なり、治療家、それこそ日本は職人が多いっていうふうな、これを利点として、きっと受け継いでいくと。 いうことを実践することが住民のため、患者のため、そして技術者自身のためであると思っていますので、もうぜひぜひ、それこそ浦山さんには第,第2回とか含めて、<laughs> また今後ともねあのいろいろご指導をいただけますと、東海会員および私自身ももちろんでございますが、東海自身にとってもとても,とてもとてもありがたいと思っております。<laughs> 本本日はどうううもあありりががととごござざいいまましたす小先生本当に、えー 提唱のコメントありがとうございます。